今日午前は、あの那須さんが言ってたスペシャルコーチが来てくれるのでお願いします。いやー、会長さん、会長欲しい。仲がいい、仲がいい、触るだけでした。すごい。流れの展開が早い時にちょっとカウンター気味に攻めてる時だったら、ああいうボールが全然いいと思うんですよ。で、周りクロスってなるとやっぱ状況的にここで止まって受けてから上げるんで、まあスピードも大事ですけど、ちょっと中にも空間を作ってあげるというか。まあ、いろんなところに、すごい体来てるなって感じはしますけど、まあ、多分みんな同じ状況ですし、多分夏の連戦に向けてこういう状況で出てくると思うんで、まあ、それを想定しながら、少しでもイメージして、いいイメージ持ってできたらいいなと思います。だいぶマシになります、でも本当にちょっと昨日潰してしまったんで、今日絶対に取り返したいですね。頑張らなっていうこの気持ちが毎回空回りしてしまうんで、そうですね、まあ、でも絶対にプレーで、見せるんで、プレーで、しっかりと頑張る姿っていうのを、ちょっと一生懸命な姿は絶対見せるんで、そこを、応援してくれたら嬉しいです。集合今日ちょっと那須監督が午前いないんで、ちょっと代理で俺がちょっと監督ということで、しょんねん練習見ていくんですけど、まあ今日午前は那須さんが言ってたスペシャルコーチが来てくれるので、じゃあもう早速来てもらいましょう。お願いします。いやー、会長さん、会長欲しい、会長欲しい、会長欲しい。オランダで活躍されてる菅原選手です。僕も YouTube でウィナーズの皆さん見てたんで、まずリールズリーグ優勝おめでとうございます。すごい、僕も応援してたんで、すごいおめでとうって言いたいなと思って。いや、嬉しいっすね。えぐい。どうですか、ウンパさん。いや、ちなみにウィナーズの、まあなんか推しじゃないですけど、いいね、あ、そう、大丈夫、大丈夫、いいね、そうそう、これだけね、活躍されてる人から見る、そうやな、なんか、まあ一番、まあトータル的に、トータル的にですか。じゃあまずサッカー部門行こうか。あ、いいね、いいね、サッカー部門で、ボンガール、あるあるある、サッカー部門だとどなたが一番、まあこれが一番嬉しいよ、ね、一番難しいですね。まあ3人とか2人、2人、もうリゼム、リゼムの人全員です。うわー、最悪や、あれだ、最悪や。あれ、またリゼムか。じゃあ後ろ同期取って終わりましょう、今日。終わろう、終わろう。名刺系ある選手とかも、うんぱくんと、かけるくんとで、けいすけくんが、けいすけ、あ、僕ですか。いや、全然違うです。まあ、確かにオランダで一緒にやってたんで、だいぶちょっと違うから。おもろいな、変わらんっすね、マジで。マジそのまんまじゃないですか。ゲス君が地元が一緒なんですよ。今日はやっぱ菅原選手サイドバックやられてるんで、クロスの部分と、あとポゼッションでサイドバックのビルディングとか、守備の仕方っていうのをレクチャーしてもらいたいと思うので、お忙しい中来ていただいて申し訳ないですけど、よろしくお願いします。お願いします。ということで、まずクロス練習からやっていきましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。共通の友達がいまして、僕、菅原選手とで、ずっとなんかご飯行こうとかなってたんですけど、結局行けてなくて、今日初めて会ったんですけど、今日めっちゃ楽しみです。なんか22歳の顔じゃないですね、貫禄があるっす。全然僕の年上に見えるっす、オーラもあって。やっぱ菅原選手は、まあ、右サイドバック僕と一緒のポジション今やってると思うんですけど、
そのアシストだったり得点っていうサイドバックなのに結果を残してるっていうところがめちゃくちゃすごいので、どうやったらそうやって結果を残せるのかなっていうのを吸収して、あとはあの上下運動もめっちゃする選手なんで、どういうタイミングで上がったら助かる、サイドハーフは助かるのかとか、本当に細かいところを全部吸収していきたいと思います。オランダでめちゃくちゃ今活躍されてる選手なんで、しかもサイドバックということで、まあ僕も今サイドバックやってるんで、いろいろ吸収できるものがあるかなと思って、今日すごく楽しみです。そうですね、特にやっぱ守備の部分もそうだし、あとはクロスの部分、もうちょっとまあ両サイドがクロスの精度高くなれば、中には強い選手たちいるんで、そこにしっかり合わせられるようないいクロスを上げれるように、ちょっとその辺を学んでいきたいなって思ってます。はい、結成当時からメンバー脱退とかもあったりとかの人は見てますし、でつい最近だと公式戦のリールズリーグで優勝したっていうのも拝見しましたし、最高ですね、ウィナーズ雰囲気最高ですね。やっぱ YouTube で見てるのと、ね、生で会うのとは違うかなと思ってたんですけど、みんなそのままなんで、なんかいい意味でそのままでいてくれてありがたいですね。てか普通に動画とか試合見てても全然技術じゃね、なんていうんですかね、普通にやれてるなと思うし、レベルの高い集団だとは思うん でなおかつインフルエンサーでもあると思うん でその中でこうやって練習できる日時も少ないと思うんですけど、優勝してるしすごいなと思いますよ。いやまあ非常に面白いというか興味深いチャレンジになるとは思うんですけど、ね、ワクラユースも多分そんな簡単じゃないと思うし、まあ、YouTube のそのインフルエンサーのチームとして出て、ね、本当にどこまで結果が残せるのかって未知数だと思うし、ある意味そこで結果を残せばね、また興味を持って YouTube を見る人が増えると思うんで、僕も結果をしっかり楽しみにしながら待ちたいなと思います。ということで、まずアーリークロスやっていくんで、はい、そのアーリークロスの時になんかこう意識しているところとか狙ってるポイントとかなんかあれば。まあアーリークロスでちょっと、まあ、角度があるんで、その中に合わせる選手と、まあ、なんで、まあ、まずディフェンスの選手の小さい大きい、どういう守備の仕方、クロス対応するかっていうのを試合前にまず分析して、でどういうボールを入れていくのかっていうのを、まあ、自分なりに分析した後にチームメイトに共有はするんですけど、まあ、基本プライオリティとして、まあ、キーパーとディフェンスラインの間がまず見て、でその次にファーストポスト、まあ、結構ディフェンスってこういうボールには対応できるんですけど、こう前に来たボールって前向きにはいけるんですけど、こう前に入られたら触れないので、まあ、そこを見ながらと、まあ、セカンドポストって言って本当にキーパーもディフェンスもこうなんて迷うようなボールを入れるようには、入れるようにというかその3種類を、まあ、使い分けれたらなと思ってた。はい、クオリティ高すぎるもん、説明うまいな。めっちゃ分かりやすいな。22の落ち着きじゃん。いやいやいや、早速どんどん蹴っていきたいと思うよ。とりあえず最初一歩蹴ってみました。全然ミスキック。めちゃくちゃええボールだ。いや、今度やっていきましょう。行こう。集中して。いや。すごいね。はい。いいボール。ちょっとシュートっぽいけど。まあ、でも今のとかも例えば流れの展開が早いときにちょっとカウンター気味に攻めてるときだったらああいうボールが全然いいと思うんですよ。で周りクロスってなるとやっぱ状況的にここで止まって受けてから上げるんで、まあスピードも大事ですけど、ちょっと中にも空間を作ってあげるというか、こう膨らみながらこう叩けたりとかっていう。中がいい、中がいい、やばい、触るだけでした、すごい、ナイスボールです、あざす、やばすぎる、わかりました、きついっす、クロスとか、中っていうよりも、足の振る方向的に、こう、キーパーの方を振りながらカーブをすると、
わかります？キーパーの方にはいかないんですよ、カーブをかけたら。足元よ。だからそういうイメージの方が多分いいのかな。あー、リークロスよ。喋り出したら中入ってくる。今のとか多分これあんま力入れないですか？めちゃくちゃいいけどまあ 70-80% ですかね。軽く蹴る置く感じのイメージの方が。あ、そうそうそう、めっちゃいいです。いや、もう上谷さんいいことないです今のは。全然完璧ですね。あとはもう中触るだけなんで。それはもう繰り返し練習して研ぎ澄ませるしかないんで。全然ないです、ボール。でもああやって前に流れたら、もうああやって速い低いボール入れたらディフェンスが困るんで、それがオンゴールに繋がったりとかもするしっていうのも全然あるんで。あ、ミスキック、すみません。えー、こうしろ。今みたいにファーストタッチとかがこう流れたりするとやっぱいい状態作れるんで、ああなるんですよ。だからクロスを上げる前のそのファーストタッチで多分あると思うんですよ、自分のカーブのかけやすい位置とか。キーパー練習と一緒、キーパー練習どこにいかに置けるかって結構大事なんで、クロスの中見るっすけど、とりあえずファーストタッチをいいところに置いて、中よりもいいボールを蹴ろうっていう意識の方が僕は考えてるんで、なんかこういうボールがめっちゃいいっすね。無駄がないで、あーいいボールナイスボールスタートさん。まあ、でも全然これぐらいの距離だったら、例えばゴロで速いボールをキーパーとディフェンスラインの間に転がす意識とかも持っておくといいっすね。だから結局速いタイミングとかでテンポずらしてディフェンスのいい状態でボール触らせないことが大事。まあ、今ちょっと浮いちゃったっすけど、まあ、ああいうゴロのボールとかディフェンスは絶対嫌なんで、であれ触ろうとしてオンゴールになったりとか大外の選手がいたりするんで、キーパーは絶対出てこれないんで、あの速さであのコースだと。そういうのもなんか種類として持っておいてもらったら。いや、めっちゃいいボール、梅ちゃんナイス、梅ちゃんナイス。ナイスボール、マッスーさんめっちゃいいボールっすよ。炎上くんね、ウンパ勝利、ウンパくんか、ウンパ来た。いやー、完璧うまいやな。全部いいステップ振ってるよ。やばいっす、もう質が違います。もうあのクロスを蹴りたいっす。てか、そもそももうみんななんですけど、昨日の練習と別人、今日聞いただけであれだけ精度の高いクロス蹴れるから、やっぱ直接指導ってめちゃくちゃ大事です。もうだってもう僕アチカ蹴りたかったっすもん。本当ならアチカ蹴りたいっすけど、もうとにかく吸収したかったんで、もうずっと聞いてました。これを今度は実践できるように。だから今回アーリーの部分やったんですけど、今度は深く行った時で、結構僕も深くまで行ってクロス上げることが多いんで、もうあっちの部分もっと学びたいなっていうのがありますね。めっちゃ楽しいっす。あれがクロスだよ。そうっすね、なんか本物のクロスを、てか出れない、マジで出れないね、多分見てる以上に出れないっすね。ボールスピードもあって、ボールスピード、高さ、回転、あの軌道とか、あのフォワードが打たされてるのよ、うん、クロスに、うん、そう初めてかも、うん、そういうの。みんな、いや確かになんか決めた人が驚いてるみたいな。初めて見たよ、あのボケね。確かに見たことない。打った後、みたいな。そうそうそう、俺こんな打てるのみたいな。引き出されてるっていう。ちょっとなんか、ね、こんな違うんですね、うん、だ、今までのクロスは全て偽物です。あれがクロスです。あれ基準ですか、うん、うちのこのウィナーズのサイドバックたちがこのクロスをこうすごい学んで、うん、習得というか、うん、成長していったら多分中のクオリティも上がるし、ディフェンスのクオリティも上がるし、僕らのクロスの対応のクオリティも上がると思うんで、うん、すごいありがたいですね、こういう機会は。受け手を活かせるんだね、やっぱね。そうですね。なんかアーリーの時と違うことがあれば。そうですね、アーリーの時は、まあ、さっきと違って逆にキーパーと平行線というか平行のところにから上げる風になると思うんで、ちょっとチップ気味にフォアポスト
で結局こういうボールが来た時こういう対応しなきゃいけなくなって遅れるんで、そういうボールと本当にライン際だったら違うんですけど、ライン際じゃなかったらもう本当にキーパーとディフェンスの間に次はもうシュートするような感じで転がすって感じですか。結構低めのクロス上げること多いっすよ。そうですね、低めの方がやっぱ中の選手が浮いてるボールよりも低い方がなんていうの、合わせやすいし、結局低いボールって芝によって変わっあのバウンドが変わったりするんで、オンゴールとかにもつながれたりするので、まあ、いろんな要素を込めあの持って低い目が多い時もあります。はい、うえめっちゃいいボール。ナイスボール。あ、それもナイスボール。ナイスボール。えー、コーブラ選手。ナイスボール。ナイスボール。ナイスボール。あれでいいんすよ。あれで中は決めるだけなんで。結局プランをどれだけ持っとるかみたいな感じなんで、その今のとか速いボールあそこに蹴るっていうプランと、マイナスが開くだろうなっていうプランと、でも見てる限りみんな普通にキックの球種とかめっちゃ速いボール、ボール蹴れてるから、でも中の状況によって球種変えるみたいな味方と、中、まあ、中ももちろん正直、まあ、見てる時は見てるし見た方がいいんですけど、結局ボールの流れとかってあるじゃないですか、はい、ワンタッチがじゃあ繋いできて、でもクロスももうワンタッチで上げるタイミングなのに、じゃあツータッチスリータッチして上げるのかだとまた違うじゃないですか。だから流れも見て、で流れてる間に 中も見ながら、じゃあワンタッチでこう速いのかこう見せといて、こっちのマイナスをこう使うのかとか、やっぱ流れもあるん で中が何枚いるのかも見といた方がいいし、でこのチームのフォワードだったら多分タカさんがいるから、まあそんあんだけフィジカルがあったらある程度アバウトに放り込んでも多分つながるだろうしっていうので。うわちょっと。えいえい。もうないわ。切りが。すいません。すいません。ミサール。おもろいな。うまいな、ごまかすのが。あと何分かな。ナイスタッチ。ナイスボール。ああ。おい。おい。あと三点。どこら辺。あんま浮かさない方がいい。そうっすね。でも例えばそのさっきみたいに折り返し、明らかにじゃあこう来る時もちょっと絶対なんかちらっと見ると思うんですよ。で、明らかにニアに2、3人でかいのいるな、人いるなと思ったら。ちょっと浮かす感じで、そうなんていうんですかね、こう折り返しを意識するようなボールとかはいいんですけど、基本はもう近いとことか狙うときとかでも、でもマイナスを狙うときでも、もう基本もうゴロでこう蹴るっていうよりも押し出すぐらいの方が、いや僕だってめっちゃ普通にこう行こうと思って浮くんで、普通にだから結構マイナスとかに置いとくのが一番もしかしたらいいかもですね。まあでもそのためにはちゃんと中が入ってきてくれないと。そうですね、でも、まあ、多分そんな生っ粋のストライカー育ちっていうのが多分タカさんで、タカさん怪我してるんだったら多分みんなあんまり入り方は分かんない時とかもうここら辺のなんていうんですか、本当ここら辺のサークルめがけて蹴ったりとか、もっと近かったらペナルティスポット蹴ったりしたらやっぱディフェンスの角度がこうなるんで、はい、でこうえぐれば逆にこうなるんで、でここでもいいんですけど、はい、やっぱこっちって足出ないんで、逆に中にでフォワードの選手とかはもうなんか行くふりしてここ止まっといてとかでもいいし、もしここで止まってディフェンスがもう止まるんだったらここが空いたりするんで、だからまあでも一番はやっぱ早いキーパーとディフェンスの間狙いながら、あもう無理だなと思ったらもうそこだったら この体の向きで行っても多分こっちも蹴れるしこっちもできると思うんで、多分それを持っとく、それどういうクロスの種類を持っとくかだけでも多分考え方とかプレーの幅が変わるんで、今からちょっと人数少ないですけどビルドアップのところでサイドバック の極意とかをちょっと聞いていきたいと思うんですけど、今ウィナーズもちょっと後ろからつなげるとこはつなぎたいねっていう話をしてて、で、まあ、菅原選手このサイドバックの位置、この白があの
センターバックとボランチ2枚、右サイド、まあ、ワントップで右サイドバックが入ってもらってるんですけど、ここにボール入った時の何を考えて、あのトラップとか味方の要求とかどういうことをやってるのかっていうのをちょっとあの軽くやりながら、あの聞いていきたいと思うんで、よろしくお願いします。よし、お願いします。よし、で、ミラノの選手たちはここで取られないように どういったビルドアップをしたらいいかっていうのをあの聞きながら、自分たちで考えながらやっていきましょう。はい、はいはい、全体的に意識してほしいのは、こんだけ多分前に来てるっていうことは、もうここに出した瞬間絶対フォワードがはめに来るんですよ。だキーパーの方を切るの だかむしろこ外を切ってこっちにはめさせていくのかあるとは思うので、まずキーパーが今真ん中置いてくれてると思うんですけど、極力真ん中から始めてほしいですね。常にフラットな状態でどっちにも出せますよみたいな目線を持っておきながら、で、まあ、今回だったら右なんで右に出してもらったりして、でも常にフェイクとか入れながら、もうなんかってなるんです。で中切りできたらサイドバックはもうそうですね、そこら辺で大丈夫ですね。で常にこのウイングが絶対にはめてくるし、こっちが出したらマキカさんは多分そのまま来るんですよ。でこう来るんで、でもトラップはこう来たらこっちに流したいんですけど、こっちに流すとこっちにしかプレーできないんで、頑張って来たボールは極力ここら辺に置いて、こっちも出せるし中も使えるし、でもうちょっとここら辺から来てもらって、でこう来るじゃないですか。でそしたらちょっと引きつけて来てもらってワンツーとかもできるんで、でこの時に絶対ボランチの人は、まあそうですね、この切り方にもよるんですけど、絶対やっぱ真ん中っていうか、そのライン間に絶対立ってもらって、はい、で受ける L 位置に来てもらって、でそうすると多分こっち来るん でそしたら逆にフォワードのとこが空いたりするんですよ。だから絶対とにかく相手が絶対密集してくるんで、なぜじゃあ密集してるのかとか、どうやって密集させたのかを考える必要があって、こう来てる以上は絶対フォワードの前にスペースがあるんですよ。で特に2ボランチだったら2ボランチも来てると思うんで、特にもう遠くを見るイメージを持ってプレーしてほしいですね。だからボランチもハマってて絶対ボール受けれないなって思っても、ちょっと足を運べばディフェンスは来るんで、そしたらフォワードのコースが空いてサイドバックには楽になるんで、だから絶対ボールを受けれないなって分かってるからこう見てるんじゃなくて、ちょっとでもコースを作ることが大事かなとは思いますね。じゃあちょっと軽く回していきましょう。はい、そうっすね、そうっす。いや、うまっ、いい、那須さんよりいいんちゃうこれ。今の置き方でめっちゃいいじゃないですか。今こう来て 100% そっちなら分かったんですけど、そうっす、あのまあ周り見とくのは、そう、明らかにこっちに出すような持ち方とパスだったんで、それを極力してほしくないというか、僕らのサイドバックが一番はめられるポジションで一番はめやすいんで、結局ほぼ90度にしかプレーできないんで、だからそれをいかにまあごまかすかというか、90度だけどこういう選択肢もありますよっていうのを見せないと、もう簡単なんで、ここが一番来るんで、今のとかもここには置けてたけど、もう目線も体の向きもこうなんですよ。よりかはこうやっといて、ちょっと前も見ながらこっちに出したりとか、そしたら多分ウイングの選手がちょっとケアするんですよ、このラインを。だからそこが開くんですよ。だから今のとかもじゃあこう見てたんだったら、あえてこのアザスクにつけてもう一回動いて、そしたら間を見せていくから、このサイドハーフの選手とフォワードの選手が寄るじゃないですか。で見ながら、こっちも見ながら出して動けば、こっちに締めてるからここのフォワードのラインが開くんですよ。だから常にまあリラックスしてもらって、周り見ながらやってもらえれば、でボランチ今来てくれたじゃないですか。そしたら絶対右足につけてもらって、遠い足につけて、まあ多分分かってると思うんですけど、遠い足につけてもらえばこっちワンタッチもできるし、で最悪別に
翔平さんのレベルだったらこう背負いながらこう受けながら多分こっちに外すこともとかもできるし、まあでもブロックしながらとかはできるんで、できないです。手使いながらこう確かめながらでっていうの で出した後はしっかりサポート入るかして、でアザス君も多分こう来たら梅ちゃんさんがこう来るんで、まあどこで受けるのかはしっかり距離感測りながらっていうので、だから常に全員が関わるような距離感で意識してもらったら、でパス出したら終わりじゃなくて絶対動いてディフェンスをどう動かすのかにも重要になってくるんで、味方の選択肢も増やしてあげるような動きも入れてってあげたら、はい、ゴーゴー、はい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 、間つけれるし、いや、ごめんなさい、ゴーゴーゴー、切り替えて、切り替えて、シュートまで、シュートまで、はい、もう一回、もう一回、ポジショニング、ポジショニング、おーい、おい、だから、アザス来てたからこっちにドリブルしたら詰まってたやつってなった時に、これはかける軍の問題だけじゃなくなるんですよ。アザス君も例えばじゃあ今の状況でボールがじゃあしげさんに出ました、で、まあ、かける軍に大体出るなって分かるじゃないですか、もう流れで。そうなった時に梅ちゃんさんのポジションを見てほしいんですよ。そうなった時にもう明らかに中切りで来てたかこう外切りで来てたかっていうので判断を変えてもらって、中切りできてたらちょっと降りるふりしてこう前に行ってほしいんですよ。そうです。そしたらここにドリブルするスペースがちょっとできるんで、でゴリゴリドリブルを要求しなくてもここでじゃあ 2,3 メーターサイドバックが運べたら中の状況もまた変わってくるし、あの中の選手ディフェンスも変わってくるんで、そしたら逆にかけるくんが中も通せるし、だもう一個中に運べるかもしれないし、でボランチの選手もまた関わってくるんで、そこはちょっとかけるくんだけの問題じゃなくて、足立さんの立ち位置もあの気にしてもらったら。そうそう、全然全然それでいいです。でも今のとかもう流れたじゃないですか、だいたい絶対来るって分かるじゃないですか、でちょっと中に持ち帰るのかっていけます。あ、パス出さないでやり直し。そうです、やり直すというかこうもう明らかにみんな、あ、間来るなーってなったじゃないですか、まあ、ちょっとスピードもあったんで難しいかもしれないですけど、ちょっと緩めてもらってちょっとこう中に持ち出すような動き、キックフェイントすると多分止まるんで、でそのそれでちょっと中に運んでいくと、まあ、基本中に運ばれるドリブルって嫌なんでディフェンス陣は多分で、やっぱ間を消そうとするのが第一なんで、ちょっと中も見せとくとまたいろいろ変わってくるん でそうなったら多分僕は得意なんですけど、中のボランチと関わりながら自分も中入って2対1作っていけながらっていうのもあるんで、だから外ってよりも自分からも中運べますよみたいなのもあるともっと多分いいんじゃないかなと思う。多分ボランチの選手はもうサイドバックを持ってボール受けに来るほどの地獄はないんで、そこをいかに状況を変えてあげられるかっていうのも多分ボールの持ち方でできると思うん でいろんな持ち方を多分ディフェンスの着方でトライしてもらえれば、多分自分で、あ、これできたなって分かると思うんで、それを多分やってみたら分かるかなと。まあウィナーズのフォーメーションが4バックだと思うんで、まあ4バックは5バックってまたいろいろ違ってサイドバックの行きづらさを感じてると思うんですけど、まあ結局この選手がスーパーな選手が多いと思うし、特徴のある選手が多いと思うんで、まあ、なるべく自由を与えない距離感にこの位置でも詰めたいなとは思うんですけど、だから結局ここに出ることによってここのスペースを作ることにはなるん で、まあ、海外の試合とかではもうこっち食いついたらこのインサイドの選手が走るのがもう定番なんで、もうそれは割り切る必要があって、じゃあこっちの選手をが危険なのかこっちの選手が危険なのかって考えたら、まあ、もちろん最初はどっちにも行けるようなポジションは取るんですけど、もうちょっとこっちに出そうだなって思ったらもう寄っちゃっていいし、そういう時にボランチの選手とかセンターバックの選手がしっかり連動してこないと結局ここで1対1ができちゃうんで、だから多分チームとしてもここにプレスをかけたいっていうのはあるとは思うんで、センターバックの選手とボランチの選手がサイドバックに全力でプレスを行かせてあげられるような声掛けとかシステムにずらしていくのがかなり大事になってくると思うんで、結局ここの怖さがあるからこっちに行けないのが全てなんで、後ろを気にせず前にただの1対1を仕掛けることができたらここで勝っちゃえばいいだけの話なんで、で後ろの結
局リスクが怖いだけの話なんで、そこはチャレンジしてもらっていいと思うし、まあ、周りと協力してここだけを切り取るんじゃなくてここが大事なんで、なんか、まあ、そこは多分サイドバックの人がもうボール動きそうになったらもう行くからこっちカバーしといてとか言えば多分もっといけると思うし、でまあパスの出す寄せるタイミングとかはもうセンターバックなりボランチの体の向きと、まあ、目線とボールのファーストタッチの仕方とか見たらもう大体多分パスコースが読めるとか、それを読むように心がけてもう出すなーって、大体のレベルの選手はもうボール蹴るときに頭の目線が下がるから、もうこう見てこうなった瞬間にもうプレス始めるっていうのがここは大事かなと思う。それぐらいですかね。あのウィナーズは、まあ、4-4-2 で守備は組むんですけど、フォワード行ってサイドに行って、フォワード行ってサイドハーフ行った後にサイドバックが結構遅れて、はい、遅れることが結構多くて、連携多分、まあ、かけるもちょっと、まあ、さっき言ったように後ろがちょっと怖かったりとかして、はいはいはい、遅いことがあるんで、まあ、今のようなことをしっかり意識すれば、もうスライドっすね。スライド、まあ、最終ラインがこうどれだけスライドしてあげるかによって多分ボランチの選手もプレスかけやすくなるし、だから結局一人が出たらどう、チャレンジ&カバーみたいなの連続なので、でいかに後ろのリスクを気にせず前向きに守備ができるかって、やっぱ前向きに守備しないと、ね、相手も怖くないんで、まあ、いかにいい状態で前向きに守備ができるかっていうゾーンをここだけじゃなくてフォワードもそうだしボランチの選手もそうだし作ってあげるのは大事かなと思います。じゃあ行こう、かけ中から、歩む中からゴード、コースだ、ショウちゃん、ショウちゃん、ナイス、かける飛び込まない、かけるユータやん、押して戻れ、そうっすね、もうあそこは縦絶対行かれないようにしてもらって、縦絶対ダメ、でもプレスのタイミングとしてはチームとしては多分めっちゃ良かったんで、まあそこでまあ前向かせないようにしてもらったら多分狭くなってゴール取れるんで、だからその浩次郎くんが今の多分遅れてるっしょ、ちょっとそうっすね、もうハマるって思ったらパス出す前にどんどんやっていかないといけない、はい、もう一回行こう、もう一回行こう、歩む中から行こう、圭介中切り、かける、ここでアタッスも、ナイス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 、遅れてるわ、でアタッスをかけるも操らないといけないから、そうっすね、生かすのかステイさせるのか、そのどうだったタイミング、いや俺は遅い、感覚的に僕が見てる感じでいいは全然いいと思いますけどね、ちょっともう一本だけ行こう、もう一本だけラスト、ラスト、まあちょっとイメージ人数がいないんでしづらいんで、ちょっと見ながらアタス入ったら中切り、中切り、おいいタイミング、そうそうスーパー、ナイス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 、ここでさインターテップ行けれたら、オッケー、ナイス、ちょっとイメージは分かった。で跳ねる時の。で切りっすね。まあでもアザスさんのプレスのかけ方もあるんですよ。難しいんですよ。だから。めちゃくちゃ前。今までの感覚の50倍前だった。早かった。でも今のタイミングでもう行きたい。もっと早く行きたい。多分、いやだから、キーパーが蹴ったタイミングで普通始まるんで、あれセンターバックが持ってからってなったじゃないですか。あれはもうキーパーが出したタイミングからずれれば、多分もうそんな遅いとか多分絶対ならないんで、まあ、それは多分フォワードの選手とか、まあ、右のウィングの選手とかに言ってもらえれば、多分今みたいに、あ、遅れていかなきゃには多分ならないんで、多分ゴールキックが入った瞬間、始まった瞬間からかければいいだけなんで、まあ、この人数のやり方なんで多分、ちぐはぐがあるのは仕方ないんですけど、まあ、試合になったらキーパーが左か右に出した瞬間もこう全体で圧力かけてカバーも入っていってやれば多分もっと簡単にボール取れるんで、結構俺らセンターバックとサイドバックのこの間のロングパスでやられるっすよね、あ走られてった瞬間、まあ、俺が前に出ちゃって、だからそれもまあなっちゃってボールの持ち方もそうだし、でまあ、センターバックの選手が走りそうだなってなったらもうここにバーンってぶつけとけばいいしって感じで、まあでもプレスがかかんないとそれも蹴られるから突認して、まあでも蹴りそうだなって思ったらもうちょっと下がり始めたらそれでいいと思うんで、でまあ正直、まあ、周りの質の兼ね合いとかもあるし、まあ、ディフェンスって結構強点に対応する連続なんで
しょうがないっちゃしょうがないですけど、まあゴールを終わらせないことが最終的な目的なんで、それに基づいてやればいいと思う。取れるチャンスがあればもちろん取ればいいんですけど、まあ本当にきついとは分かるんですけど、チャレンジ&カバーは徹底してもらえれば大事だと思うんで。はい、ということで菅原選手がすごい細かく言語化してくれてもう分かりやすく伝えてくれたんで、みんな、いろいろ頭では今理解してると思うんで、まあ、これ午後にね、紅白戦があるんで、まあ、人数少ないですけど、それを生かしていけるようにやっていきましょう。で、まあ、かけるは1対1で結構教わって、はい、どうだったんでしょう。いや、もうなんか那須さんも結構教えてくれるんですけど那須さんと比較しました。僕ディフェンスを入って落ちました。初めてディフェンスやって那須さんにも教えてもらったんですけど、なんてもっとより細かく体の向きとかそのボールの止める位置とかそういうのを教えてもらって、ちょっと考え方が変わって視野が広がりました。あざっすは。そうっすね、やっぱかけるも言ってくれた通り那須さんとなんかダメなんだ。いないとすぐいじる。いや、なんか流すなは多分言ってなかったんじゃないかなと思って。確かに、ね、それは新しい学び、ね、前に送って、うん、続きました。時代が違うからね、うん、ということで、素晴らしい話聞いた後なんですけど、この後シュート練習を兼ねてイングランド式シュート対決も菅原選手に来て、よっしゃやりましょう。もうちょっと暑いし時間も限られてるんで、もうどんどんやっていきましょう。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃービルドアップの部分で結構僕のとこでハマっちゃうことが多くて悩んでたんですけど、そのボールの持ち方だったりボールを止める位置っていうのを今日その菅原選手に教えてもらって、結構僕開いてもらっちゃうんですよ。で結構そこでパスコースとかなくなっちゃったりし取られること多かったんですけど、今日教えてもらったのがそのボールの位置をその真ん中に置くっていう、そしたら選択肢が広がるよっていうのを教えてもらって、それで結構視野が広がったので、ちょっと少しずつ練習してってこの後の紅白戦でもやってってチームのビルドアップ助けたいなと思いました。すごく勉強になりました。僕はサイドバックなんで、てかまさかの選手が来てたんで、すごい楽しみだったんで、もうとにかく勉強になりました。サイドバックってこういろんな考え方あったり、まあ人によってはなんかいろんな癖あったりするんですけど、それをやっぱ言語化して喋ることがすごく上手やったんで、ほんま勉強になりました。なんか一個すごい僕はオープンに持ちたいタイプなんですけど、そうではなくてとか、その位置に入って正面にトラップしてみたいなとか、ハマった時どうしたらいいみたいな、個人的にも質問いったんですけど、とてももう勉強になりました。本当にいい回でした。いやもう本当にね、素晴らしいことを教えてもらったんで、これをまあ主に今日はサイドバックだったんですけど、僕センターバックやってて、すごいこれできるようになったらすごい楽になるなっていうのは試合中ずっと思ってたんで、まさに今日それをもうドンピシャで言語化してくれたんで、これを吸収すればもっともっとチームとして良くなると思います。まあ、逆にすごいいいことを教えてもらったんで、まあ、逆にね、かけるとかはすごいプレッシャーだと思いますけど、まあ、これからトライして良くなっていくと思います。まだ今日ゲームやってないんで分かんないですけど、でも結局俺が出ろって言って出るよりも自分が頭に入ってて出る準備ができてて、その出ろって言われて出るのと何も考えてない状態でかける出ろって言って出ろっていう、そのそこには俺大きな差があると思うんで、自分で分かっててここ出なきゃいけないって言って後ろから出されるのと、もう言われたから出るとは俺全然違うと思うんで、今日教えてくれたことももうそうですけど、まさにもうちょっとした意識ですけど、それやるかやらないかでもう試合で大きな差出るんで、もうまさに本当に今日はウィナーズの今の課題だったところを教えてくれたんで、逆に今日教えてもらったことが本当に、まあ、完璧とまではかなり難しいかもしれないですけど、まあ、できるようになれば多分かなり変わると思うんですよ。やっぱり守備の時って相手サイドバック取りに来るん で俺何回かサイドバックやってたんですけど、そのなんとなく気持ちは分かるんですけど、逆にそこで相手外したり、サイドバックがゲーム
作れるようになったらもっともっと僕らの視点もオプションも増えると思うんで、本当に今日はもう最高の機会だったなと思います。のボール右サイドへ振って、荒木裏のスペースを狙う、キーパーから前線へ、ヘディング、長友を上げる、さあ上げる、中央へ、西村ゴール、高木から縦へ、